こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。眠りには性差があるお話です。女性の眠りは男性の眠りとはかなり違っています。生物にとっての優先課題は子供を作ることですが、この課題の大半は女性が分担しています。人の女性は思春期から更年期まで月経があり、生殖活動に伴って脳下垂体ホルモンと女性のホルモンの分泌が盛んになります。睡眠を管理する脳の一部は生殖機能をコントロールする脳の近くにあって、お互いに連携しているのです。2種類の女性ホルモンのうち卵胞ホルモンには眠気を抑える効果があり、逆に黄体ホルモンには眠気を促す効果があって、排卵期を境として月経から排卵までの活動期で眠気が少ないのに対し、排卵後月経前は比較的だるくなったり眠くなりやすいのです。一方、男性ホルモンは睡眠にはほとんど影響を及ぼさないので、男性の眠りに変化はありません。哺乳類は子宮内で胎児を育て、出産し保育するという一連の作業が必要ですが、それを側面から支えるため睡眠を増やすようにプログラムされています。妊娠すると黄体ホルモンの分泌が著しく増えるので、非常に眠くなります。胎児のいる母親が活発に動き回って余計なエネルギーを消費せず、外敵に出会う機会や心配事を減らし、流産しないように筋肉の緊張を緩めるには眠ることが最良の方法となります。ちなみに哺乳期にはプロラクチンという再乳ホルモンが睡眠中に分泌されるので、母親はよく眠った方が乳が出やすい仕組みになっています。では本日のお話はこれで終わります。